はい、おはようございます。いつもの通りですね、5時半の米原駅です。はい、米原駅です。寒いです。金沢駅になります。ここから4両なんでついてますね。まあ4両っていうのも寂しいですけど、
高層街っていうのがいいな。工房湯で書いてますね、いつもね、はい、いつもここに、来ます。長野に来た時は、まあ、近いのとそんなに広くはないんですが慣れてしまいました。450円です。それでは駅に戻りたいと思います。長野駅をご利用のお客様は1番乗り場でお待ちください。知らんわ、ヒデさんやったか知らんけど、金茶会の金茶会、これ金茶会出ただけあって氷のこのね、つくだにも、こんにちは、横山の駅ですね。交換待ちでしばらく止まるんでちょっと外出てきました。僕の後ろには45701が見えますか？見えますか？見えますか？701ね。ですね。急行ですね。これです。僕の方で見た急行。乗られたか。
お疲れ様でした。そうですね、あれなんです。お疲れです。お疲れ様です。2月27日ですね。私は今クハイ45570に乗ってるんですけど、実は 857M、金沢17時29分発七尾駅です。これがおそらく僕の人生の中で最後に乗った汽車になることになると思います。思い起こせば1986年10月31日の532列車ですね。余部からどこやったっけ、福知山まで乗った532列車が僕にとっての最後の急逆やったのと同じ久しぶりの、あれもいただきます。僕にとっての最後の汽車旅になると思います。最後の汽車旅をお送りさせていただきたいと思います。ありがとうございます。金沢を17時29分に出てですね、東金沢を経て次が森は森本も通過したんで、次は津端、そこから電動線を経てですね、これから福知山の農線に入ろうとしているところ。デッドセクションですね。今からデッドセクションを見ていただきたいと思います。いただきましたかね、あの静かな旧客と一緒のね、全くはそのいろんな、クーラーとかの音もしない静けさ、ジョイント音と虫の声、そして扇風機の音しか聞こえない、あれこそが本当の旅やったかなと思います。ということでですね、最後の車旅をさせています。
最後の飛車です。最後の飛車がここから降りる瞬間です。